いや、これまたでっけえのが届いたな。はい、クズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますけれども、このでかい箱、これ何かっていうとね、ハンターハンターのキルアですね。それの4分の1スケールということでね、めちゃくちゃでかいですね。フリーイングっていうね、会社から出てます。はい、一応箱はね、こんな感じですね。めっちゃかっこいいんだ、このキルアが。はい、でね、これでかいだけじゃない、重い。なのでね、こういう今回はね、変わった形でご紹介してます。はい、では早速ね、ブリスターだと思うんですけれどもね、はい、そこまで持っていきたいと思います。はい、一応ね、箱を開けましたらやっぱりブリスターですね。巨大なブリスター。箱の中に説明書ですね。はい、まあ20層ですね。後ろは台座、でっかい台座、どんだけ大きいかっていうのも含めてね、私と比べてもらおうと思って、今回はこういう動画とさせていただいております。今回からね、大型フィギュアとかはこんな感じで紹介したいと思います。はい、ブリスターのね、内側はこんな感じでパカってね、観音開きの状態になってますが、こちらには雷のエフェクトですね、稲妻のエフェクトと、後ろに台座、こっちには本体と、まあまた稲妻のエフェクト、はい、こんな感じの構成ですね。はい、ブリスターから取り出しました。いや、重いしね、結構な大きさなんでね、ブリスターから取り出すだけでちょっと一苦労しましたね。はい、では台座から見ていきたいと思います。こちらバン、はい、でっけえでっけえ、なんだこの台座、すんげえでかい、この支柱は鉄ですね。はい、エフェクトがね、とにかくたくさんある。これまあ一番大きいのがこれかな、こんな感じでね、クリアパーツにちょっとうっすらとね、ブルーが吹かれてる感じで、細いね、これもね、稲妻のこのね、エフェクトパーツだけですげえあるな。小さいのとかだとこんな細々とあります。はい、いや、これ組み立てんの時間かかりそうだな。どこに何つけたらいいかわかんないもんな、これ。肝心のキルアがこちら。はい、もう画角に収まってないんですけれども、あのね、これ何気に上半身がね、分割できます。ここにね、紙がかませてあったんでね、あれ分割できんのかなと思いましたけど、やっぱ分割できましたね。でっかいな、ほんと。しかも、もう4分の1だからね、4分の1っつったら海外のガレージキット並みだよね。いや、でっか。で、このね、髪の毛羽立ち、完全にもうこれね、カンムル入ってますよ。すっごい毛羽立ち、これ刺さりますね、普通にね。髪の毛はクリアパーツで、先端に行くに従って透明になっていくっていう感じです。はい、でやっぱここにもね、ブルーの配色が施されてますね。いや、いいね、このキルは。かっこいい、つか重っ。でかいけどね、やっぱね、色とかね、塗装がすごいちゃんとよくできてます。ここのね、肌のところとか紫色でちょっとね、くぼみの強調をしてあるんですよね。だからそこら辺でね、ちょっと情報量がね、足されてる感じで、
いいですね、この筋肉の隆起とかくぼみとかに対して、うん、黒っぽいのかな、うん、薄黒く塗装が吹かれてますね。シャツもね、うん、すごいですね、シワの造形とか細かい、でこのね短パン、短パンもねブルーですけれども薄く吹かれてる部分があって、うん、それがまたねいい具合に塗装されてますね。で特徴的な靴、うん、ブーツっていうのかな、それもよく再現されてますね。で顔はねアイプリントも綺麗にされてますね、うん、顔の造形もなんかやっぱいいね、大きいから大雑把じゃなく、うん、丁寧に作られてる感じ、いやーかっこいい。はい、ではね全て稲妻パーツ取り付けてみたいと思います。はい、今組み立て途中ですがね、いやこれね上半身とまた頭部もねこれ外れますんで、まずね下半身をね台座に固定するんですよ、うん、でそっから今上半身をねこんな感じで稲妻エフェクトをつけてる最中です、はい、ちゃんと決まった穴があるんでね間違えないようにここは注意して取り付けてます。またねこの稲妻パーツがね結構折れやすいようなので注意が必要とのことです。はい、でね気になったのはねこれを腹筋がねちゃんと再現されてんのよ、キルアの腹筋、これもねキルア推しの女子だったら燃えるところですよね、うん、この割れた腹筋でおへそ、そこまでね再現されてます。いやこれは女子には高ポイントじゃないかな、さすがに後ろはねおけつはないですね、さすがにってな感じでね、うん、ただここのね下の腹筋の造形までちゃんとしてるっていうことを伝えるためにね、うん、ちょっと作業中断しましたけれども、はい、では再開したいと思います。はい、全て組み終わりました。いやめちゃくちゃだこれ、エフェクトパーツもねまあ、意外にね手こずるかと思いきや穴がねちゃんと決まってるんで、凹凸の部分さえね確認して取り付ければ、うん、全て簡単にパチパチと組むことができました。はい、でこのボリュームですよ、何がすごいってね稲妻が縦横に広がってボリュームがすごいんですよこれいやこれはほんとね後ろにあるショーケースとかに入るかなっていう感じですね、めっちゃかっこいいわこれ、うん、これはもうキルアの決定版と言ってもいいんじゃないかな、ボリュームといいね4分の1ですから、でかいでかい、こういう下のね台座につけるエフェクトはねもう穴が決まってるんでほんとパチパチと組めましたね、うん、で本体に取り付けるねエフェクトパーツはちょっと手こずったかな、こんな感じでね、いやすげえボリューム、エフェクトつけるとねめちゃくちゃ変わりますねこれ、ちょっと最初はねキルア単体だけで見たら、うん、ちょっと物足りなさがあったんですけどね、いやエフェクトつけたらやばいわこれ。はい、ということでね、まあ一応ね私も含めての大きさとして再び登場しましたけれども、はい、どうですこの木はでかいでしょ、私と比べるとねめちゃくちゃでかさ伝わるかな、うめえもんこれめっちゃうまいな、うん、まあでもねほんとよくできてますこれ、いや素晴らしい、うん、こちらね、価格が55,000円めちゃくちゃ高いですよ、はい、まあ、こんだけでかいフィギュアになるとやっぱそれぐらいしちゃうんですよね、ということでね、めっちゃ息苦しいなこのマスク、回転させてお別れしたいと思います。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。
光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる変えない